どうも。ああ、どうも。いやー、小田君。あの、ルマン24以上に過酷だと言われる、24時間マラソン、雨の中、お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、マリオカなのね、報告で知ったんですけどね。どうだったんですか、成績は。あのね、まずマリオちゃんを呼んだってことはどういうことか分かる？分かんない。いかに人が足りないかってことだよ。マリオ投入ってことは、つまりもう本当に人が足んなかった。足んないとこじゃないよ。集まんないの今回は。集まんないっていうか、集まったんだけど、それはね、夕方から終電までなんで集まったのは。あみんな途中で帰りたい組なんで、そこに集中したんですよ。だから最初の6時間なるほど、最後の6時間これ6人で回してるんですよ。あ、きついこれ。どういうことか分かる？きつい。オリジナルメンバー休みなしってことだよ。なるほどなるほど。きついね。しかも深夜やらないでしょ、で俺まず着いてね、もう夜まで誰も来ないって聞いた時に、え、じゃあ7時までこの人数で回すそれまずテント張ったやつが回すってことだよ。まず何人だそれは。6人ですよ。6人なんだ、オリジナルメンバーが、それで、夜までもう過酷に走ってさ、走ってもう普通の人のね、それは24時間分走ったんですよ、ある意味。そこでもうさ、なるほどね、これもう無理だろうっつって、135チームくらいでしたんだよね、確か。だからこれ最下位だね、俺らっつって。ああ、もう人足んないから。もうちょっともう、諦めで、そんななんか丸いも無理やり走らして息上がったんだけどさ、あいつ、夕方こう言ったんだよ。小田さん、これ飲み会あるんですよ、つって。マリオも帰っちゃった、そう。お前らっつって。しかもあいつ6人走ってるでしょ。走ってないよ。そう、なんか2周とかとかだったよ。そうだよ。まあでもね、それでも助かったんだよ、それでも2周。それでも助かるんだ、やっぱ2周でも。2周でもありがたいんだよ。ってことは、北くんか、みんな呼んじゃなかったじゃん。北くんなんて走りたくない。いや、だって、最下位覚悟だったらさ。だってさ、あれだよ、平均年齢40代半ばですよ。そのオリジナルメンバーがね。頑張ったな。想像してよ。すごい頑張りなんだぞ。すごい頑張りだよ、これ。で、結局何位だったの？あ、90何位？何区見て？ 130。 あ、でも頑張ったね、その少人数の割には。いや、だから俺らはこれもう絶対無理だと思って、130でもういいかって言ったんだけど、中にはこやつがいたんだよ。いや、なんとか2桁目指しましょうよみたいなさ。なるほどね、ただやっぱりね、その終電まで来てくれた若い衆はね、頑張ってくれたね。なるほど。早い。若者の力ってんだね、俺はね。やっぱ身にしみた。身にしみたね。やっぱ若いっていうのはね。ロックバンド見てたら生きがいいでしょ。いやいいよ。だって動きが違うもん。あのね、岡本図見てよ。そう。無駄に動いてるでしょ。俺らの速さと、俺らがね、マラソンやって上手いやつの速さとね、違うんですよ、速さが。やっぱそうなんだ。もうね、勝てる気がしないね。あ、そう。いや、それね、その体力だけじゃないよ。そうだよね。この前な、俺は目が悪いじゃん、でステージでさ、コンタクトレンズするんだけど、ほら、老眼も進む、乱視も進む、はいはい、もう今までのがさ、もう合わないわけですよ、でしょうがないからちょっとコンタクト作り直そうと、であれ眼科みたいなとこ行かなきゃさいけないの、最初ね、見てもらう後に、でうち娘もさ、目が悪いから、一緒に測りに行こうぜって言って行ったわけですよ、そこう見て、俺を見てる時には、何も言わないわけ、その医者が、上向いて下向いてっつって、でなんか処方箋みたいなパン渡されて、で次ほら娘じゃん、娘こう変なやつこう首かけてこんなやってたら、ああ若いですね、光の跳ね返りが違いましたっつどんだけ俺跳ね返って寝たと思ってその時。まあそうだろ、そう、だからそういうことなんだなって思ったんですよ。まあ、そういうことなんじゃないの。なんか気になるよ、小田君。なんか小田君の中のチームの上に松たか子ズって書いてあるよ、これ。あ、これなんかメールくれた人みたいな。あ、そうなんだ。でもね、あれよ、明け方って夜中から雨降ってきたんだよ。知ってるよ。すごかったね、結構。すごいよ。で、そのオリジナルメンバーもさ、スーパーマンじゃなくて寝なきゃいけないでしょ。ね、もう寝なきゃいけない。俺もしょうがないからさ、少し寝て、2時間ぐらい。テントの中で。テントの中で。雨がピッチョンって言って起きるわけですよ。なるほど。それでもしょうがないから、明け方の雨の中ね、歩いて回したわけですよ。歩いて回したってね、ただ走れないから歩いたってこと。走れないよ。ああ、そうなんだ。最後には少し走んなきゃいけないから、とりあえず、ここが無駄な体力使えないじゃん、雨だし。なるほど。で、ここまで持たせようと。なるほど。で、ポンチョ着てさ、もう歩くから、もう iPod 引いてさ、なるほど。ね、ゆっくり歩いたんだよ。随分ウォーキングフィーリングになっちゃったね、これ。しょうがないよ。ね、ギブアップしたいんだよ。で、その時にね、A チャンネルライブ3周したら聞いちゃったんだから、ラストソング。マジか。随分だな、それ。どういうのがある？一周10分くらいかかるってことですよ。
相当疲れてるね。もっとかかってるか。走ってる時5分台とかでめちゃめちゃ疲れてるじゃんそれ。でもね、うん、それでも走ってる夜中とか明け方走ってるチームはまだね偉いよ。あるテントなんかね、うん、全員寝ててテーブルの上が缶チューハイとか山積みになってんだよね。あれキャンプだね。もう一旦ないですよ。そういう連中は走るのやめてるわけだ。やめたんじゃないの。なるほど。でも雨でも上がったらまた走ろうよみたいな、まあ、夜ぐらいまで走って、うん、みんなで酒盛りやってなるほど。カーって寝てまた朝起きて朝起きて調子のいいやつから走れと。うわ厳しいな。でもそれ見ててありだなと思ったんだよね。なるほどね、うん、そういう参加の仕方もね。エンジョイも友達麻雀やるやつらあるよね。一周ぐらいしか走んなくてね。あと面白かった横がさ、うん、オール外人だったんだよ、チームが。おでも外でテント外で応援がさ、うん、おいえとかさ、ノーラブサーブラスって言ってる。あ、すごいんだ応援が。すっげえうるせえんだよ。うるせえなと思ってこれ思いやられるなと思ってたんだよ。うん、だから夜聞かれたとしたら、そ、う、れ、ん、からカーって全然寝ちゃった。夜中にシーッとしてる。やっぱ寝るんだね。うん、やっぱ睡眠大事だよ。大事だよ。昔よく頑張ったな。今年で3回目で4時間から入れると今年で5回目だよ俺も。すごいな。すごいよね。ね、夜走る時ってさ、うん、真っ暗なの。いやでもほら野球スタンド場みたいにさ、あ、そうだ、ライトがついてない。高校とはついてないけど。高校とはついてないの、うん、まあ、じゃあランナーたちは別にさ、うん、炭鉱夫みたいになんかこうつけないつけないつけないんですよ。つけないつけない。俺ラリーを予想してたからさ、ゴダル君がランチャーストラタスに見えるわけですよ。いやでもね、うん、最後の1時間はラリーだね。もうね、そうでしょ、短距離走だね。短距離走でしょ、うん、だからすごい、どういう装備でさ走ってんのかなと思ってさ。いやいや、まあ、いろんな人がいるのよ。ちょっとコスプレが多いんだよね。着ぐるみで、そんな中で今年ね、不気味なねアンパンマンとねドキンちゃんがいたんだけど仕上がりが悪いんだよアンパンマン。でもさ、あんな雨降ってたらさ、水吸っちゃうんじゃないの。水吸うし、でもドキンちゃんあれすごい仕上がり悪くて、うちのチームの若い男の子があれ何言ってたんだろう。なるほど、ドキンちゃんも分かんない。怖いって言ったんだ。なるほど、怖いドキンちゃん、怖いドキンちゃんアンパンマンと、あと言われなきゃ分かんないルパンね。まあいるよね、ルパン難しいよね、ちょっと。そっか。今年でも始まって10分ぐらいでいきなり救急車登場してさ、倒れちゃって人、あ、誰かが倒れたの、やめてよと思ってさ。まだマラソンはつきもんだよね。まあ、読みますね。はい、はい、加藤さん、小寺さん、お疲れ様です。どうも。ハーベストムーンの常連、元大統領親方です。ご無沙汰してます。ずいぶんご無沙汰してるよね、ハーベストムーン。ハーベストムーンね、うん。小寺さんが毎年エントリーされている夢の島24時間マラソン、私たちも参加しました。え、あ、これが、これなんだ。これが松高子なんだ。半数がピンのため、孝太郎さんチェックは必然。うん、細い、かっこいい、かっこ女子22歳。でかい。見られてたんじゃん、孝太郎くん。でかい、男子31歳。うん、いい香り、女子アナゴ。いい香り、いい香り。タイツ履いてない、私。と、発する感想は様々ですが、みんな癒されまくりで、終始話しかけられませんでした。なるほど。癒されてね。また、周回コースの途中でテントを構える小太郎さんの生着替え、上半身裸を見た女子は、テントに戻ってニヤニヤ。幸運にも、助けリレーの中継地点が我がチームと同じで、うん、植え込みに吐きそうになっている場合を相談で思って。植え込みに吐いてたな、あの男。そして途中経過を公式案内でチェックすると孝太郎さんのチームと競ってることに気づき、なるほど、ピーたちは勝ちたいような負けたいような、なるほど、結果は添付写真の通り、我がチーム松坂ことが上位、マリオさんのおかげかもしれません。マリオだな。スタート後から暑くて夜中に雨が降って寒くて、ゴール直前はザードの負けないでにムカつく大変な24時でした。なるほど、なるほど。こんな素敵な大会を教えてくれてありがとうございました。そうね、あのね、最後にザードがかかるんだよね。ザードがかかるんだ。負けないでが。あれがかかると終わりだなと思う。なるほど、なるほど。それはね、励ましになるの、小田君にとって。俺は前も言った通り、あれがかかるとちょっとガオるんだよね。ガオるんか、おか。一昨年ぐらいはね、AKB 攻めだったんだけどね。あ、そうなんだ。あれ燃えるんだよね。あ、燃えるんだ、逆に。俺がね。子供マリオ履いてたらしいよ、植え込みに。マリオね。なんで手足足だろう。マリオ出るっすら、え、出ますって。マジで。マジかよ。つか、あいつさ、絶対断んないよね。そうなんだよね。電話。だってマジックだってさ、最初できなかったじゃん。うん、今もできてないけど、あんまり。そうね。で、それだってさ、お前できんのって言った時、え、え、
つって入れた時にさ断んないからさこれできるもんだなと思ってさ、そうなんだよね、うん、誘っちゃうんだよ、できないいや走れないんじゃない、まあ走れないよまあ走れないよってそうなんだ、うん、だってもうものすごい息上がって帰ってくるもんマジで、うん、一周 1.3 なんだよ、 1.3m か、 1.3 キロか、 1.3 キロ、一昨年さ俺が30ぐらいだったの、うん、その時はねさすがにね、うん、俺も気合入ってね一周5分だよ、5分10何秒とか、ね、うん、相当速いってことだよ、速いんだそれは、うん、そんぐらいでやると30ぐらい入れる、あでもそれをキープしなきゃいけないでしょ、うん、結構大変だね、うん、その時のね、うちのチームのエースが何人かいるんだけど、うん、みんな1人12時間とか探しちゃってるから、なるほどね、うん、1人12時間ってあなた1人12時間って半日走ってるのそうだよ車だって持たないよ小太郎君、これそうなんだよすごい過酷だね、過酷だよ、これ人数制限はないの、15人、あ15人マックス、うん、なるほど、ね、だから上位チームはね、うん、まあこれ多分だけどね、うん、12時間ぐらいでね全員選手交代してる可能性あるね、チップ変えないから、あそうなんだ、防ごいこれ、いやそれ防ごいはあると思うよここまで、まああるよね、あると思うよ、あるよな、うん、本当に勝ちたかったらね、本当に勝ちたかったらそりゃそうだよね、生きのいいの100人揃えててね、うん、あえてあるとは言わないけど、うん、ないとは思うね、ないとは言えないね、うん、これこの絵闇だね、この絵闇だよ、ほんと、まあそれにしてもきつかったね今年は、まあそうだってもう最初の6時間でオリジナルメンバーもう仕事終えたって感じなんだからだいたいね1回さ、うん、コウタロ君なんかのさチームでさ、うん、まあ普通に人数揃っててよ、うん、で1回で何周ぐらいとか何分ぐらい走るもんなの、大体チームだけど1周で変えてった方がいいね、1周で変えるんだ、1周全速早いってことか、全力疾走1周チェンジの、なるほど、すぐ回ってくるさ、じゃあ本当リレーだ、うん、でも15人揃ってればなかなか回ってこない、それでも、あそうかそうか、あそうかそうか、自己分かける14だ、なるほどそうか、うん、つまりリレーなんだね、リレーですよ、 1.3km リレーだと、タイトルがチャリティーリレーだよ、そうか、うん、でそういう効率がいい走り方した方がいいってことね、そうそう、ギターマガジンの副編集長とかのチームなんて、うん、まさにそれでさ、そのやり方ですごかったよ、あそう、うん、ちょっと若いの揃えて来年出た方がいいよ、小樽君、畑君とか若いの揃えてね、うん、ハタボーだって最近また来年やんの、だってハタ君なんかさ太っちゃって太っちゃってしょうがないって悩んでんだから、遅そうじゃないですか、重そう、まあ、重そうだけどまあマリオよりはいいよ、まあね、うん、呼びかけで来るよ宮地だって、いやみんな来てくれんだけど、うん、夕方7時くらいに来るんだから、うん、俺としてはね、なるほど、スタートの時に15人いたいのよ、なるほどね、あれをね、なるほど、テント張り終わったっつって、うん、えこれだけっつったのかな、るほどなるほどね、あれ週末ウィークで日曜、そりゃ翔ちゃんもなかなかフェイスブックアップできないわけだね、忙しくて、マリオだって息上がってて、おいマジでフェイスブックアップしろって俺が言ったからアップしたんだから、なるほどそれでね、うん、そういうことなんだ、うん、じゃあ来年ちょっと足んなかったこと、ま、今年はとにかく湿気がすごかったね、俺が自分の着てた T シャツさ、うん、ちょ乾かそうと思ってテントに干したんだよ、うん、乾いたかなと触ったらさっきの濡れてるんだ、なるほど全部吸っちゃったよすごいね、すごいよ、携帯は放電始めてさ充電効かないしさあそうなんだな、やっぱ水分だよ、水分だよ、へえ、水分さん恐ろしいな、恐ろしいと思ったね水分、へえ、いやもっとなんかあのマリオがアップしたさ写真見る限りさ気軽にやってんなと思ってた最初は、まだ始まったら1時間ぐらいだったねしたらもう雨降り出しちゃってさ夜こんな中走ってんのがよって、あれ12時過ぎですよ、つったのすんごかった、あの時点であこれ持ったねなんて言ったんだよ、あ その瞬間にポツンってきたんだよ、なるほど、ね、でドワーってでしょ、あんな中走りすごいよ、本当ラリー思い出しちゃった車の、だから俺一回骨折してるからさ、うん、とにかく転ばないようにそのコーナー、コーナーは特にゆっくり減速ね、これで指でもね、そう怪我したらね、もうライブがあるのにね。あと今年ね、いつも給水のところにグミがあるんだよ。うん、今年グミがなくてちょっと怒ったんだよね。ね、それグミはね、やっぱり喜びなの。うまいんだよ。うまいんだ。今年グミなくてさ、ちょっとね、テンション下がったんだよね。ちょっと来年人ね、その 1.3 キロ走って OK だったら。うん、
もうイカちゃん菊池くん菊池なんて走れないよもう俺も行くよとしたら小太郎くんいらないんじゃない20問だよもう最近自転車もう鍛えてくから、うん、俺毎年あれだよだってさ、うん、夜飲みに帰ってたでしょ、うん、今年いたんだよ人がいないからああなるほどねそうか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 まあでもぜひ来年もあそこで帰るって言ったらぶっ殺される勢いだからねなるほどなるほどなるほどしかしでも面白いねこういうのねみんなでやるのは面白いけどねなんかでも去年もなんかあれかなファンの方いたのかななんかあでも松たか子さんいたよ去年も、うん、じゃやっぱり出てるんじゃないなんか、まあ、毎年なんだけどな、うん、何人かにやっぱ手振られるんだよねああじゃあやっぱいるんだよそうなんだ光太くん相当先立ってんだねだって話しかけられないってあるもんねいや俺だってさ、うん、俺だってみんな俺に道聞けないっていうぐらい普段からそういうみたいなまあそりゃそうだよね、うん小田君に話しかけるのは警察だけだもんね。そうなんだ。あいつらもちょっと遠慮気味。遠慮気味に職質だからね。そう。遠慮気味の職質。リーダー小太郎さんこんばんは。P 歴1年のブクロネームフライングジャンプです。うん。先日、この人なんかこんな文字大きいよ。いやいや、だから小田君、小田君対策なの。俺今日目すごいでっかいでしょ、文字が。これ老人の携帯だよ、これ。老人の携帯とかにも書き初めだよ、もうこうなっちゃうと。いやでも今日ね、目が忘れてありがたい。忘れてるの今日。うん。ありがたいよやばいな、先日同業の友人と久しぶりに飲みに行くことになりました、うん、場所は池袋、うん、幸太郎さんのホームということもあり、うん、西口方面を歩きながら、うん一人で勝手にテンションを上げる僕、うん、道を歩くだけで幸太郎さんを見たという P の目撃談をよく聞いていたので、うん、偶然に待ってしまったらどうしようと一人ドキドキしていました。なるほどね。結局幸太郎さんを見かけることもなく一人意気消沈、うんいつまでも歩き続けるわけにもいかないので、うん、安い居酒屋を選んで入店、うん、瞬間信じられない出来事は、うん入り口に一番近いカウンター席に座る明らかに異質な空気を醸し出しているロックな男が目に飛び込んできました、うん、そう小太郎さんです歩き回らずに居酒屋入れってことだこれまさかと思い一瞬混乱して硬直、うん、店内に入ってきた僕らに気が付く小太郎さん、うん、目が合った瞬間体中に電気が走りました。なあすごいねもうすごい感動だねいや威圧感じゃないのめちゃくちゃ怖かったです怖いんだよこんなことってあるんだと驚きながらもこれはバレたらまずいと思い知らないふりをして入店別にいいのにね、うん、池24で聞く楽しそうなイメージとかけ離れていた小太郎さんの姿に気持ちの整理がつかず、うん、席についても動揺を隠せません、うん、明らかに様子のおかしい僕を見て、うん、どうしたと心配して声をかけてくる友人なるほど。実は最近コレクターズっていうバンドのポッドキャストにハマっていて、うん、その本人がお店にいるんだと説明。なるほど。あのカウンターの一番端に座ってる人、うん、確かに普通じゃない確かに普通じゃないねと何度も小太郎さんの方を見る友人、うん、でも有名じゃないんでしょとまるで気にしてない様子何有名じゃないんでしょ、うん、僕は友人にどれだけ池袋の24時がすごいか、うん、どれだけ小太郎さんが面白いかと熱弁、うん、そんなに好きなら握手してもらえばいいじゃん友人。なるほど。そんなことできるはずもないと遠巻きに小太郎さんのお知らせ方を見ることしかできない僕。なるほど。とにかく P ということだけはバレたらいけないと静かに飲み始めました、うん、なるほど。しばらくしてまだ明るいうちに店を出ていた小太郎さん、うんうん、鉛のような空気から解放されてようやく自然体に戻ることができましたあの人のこと知らないけど確かにオーラあったという友人に対して、うん、今すぐ24を池袋24を聞けよと言っておきました、うん、なるほど。お店で偶然見かけた時でもやはり声をかけるのは失礼でしょうか、うん熱くなってきましたがご支援ください。なるほど。ご支援ください。かけてよ声ぐらいかけてよ声ぐらいかけてほしいよねそこまで見つけたらね、うん、怖くないからさ。そうね、そうだ、相当異質なんだね小田君ね。いつなんだろうね。俺いつも行くとんかつ屋があるんだけどさ、うん、もう20年行ってんだよ、うん、そのとんかつ屋ね。で俺のそこに知り合いがたまたま食いに来て、うん、店の中で会ったことがあるんだよ偶然。店の中でね偶然、うんうん、でその友人とこれだった時に、うん、あそういえばあのとんかつ屋のおばちゃんがさ、うん、これで小太郎さん帰った瞬間に、ね、あの人何って聞いてきたんだよ気になってたんだ、うん、20年ずっと気になってたんだね。しかも長く話すんだよおばちゃんと。あこうでもそうでコミュニケーション測ってんのに。そうあそうなんだこの人あれだ有名なロックミュージシャンだよっつって言ってあやっぱりねって。なるほどね , 笑っちゃったのね。そういえばあのほら前あった面白いさおでんあったじゃん、うん、池袋の三好屋、うん、あのマスター面白かったじゃん。面白かったね。あれ孝太郎君がいない時俺一回行って孝太郎君に調査したことあるんだよ、うん、あのマスターも面白いこと言ってたな、うん、あの背のでかくてさあれ来るでしょたまにって言ったら、うん、おミュージシャンのって言うんだよ俺がさ探り行って誰と来るのって言ったら、うん、そりゃ言えないねだって芸能の人でしょって言ったら
好きだったな。だから気にしてんだよみんな。みんなね、孝太郎君のこと。芸能の一つと。なんだかね、すごい。まあこれぐらい書いてくださいよ。しかし明るいうちに出てっちゃってもう本物なんだもんね。絶対なんかさ肉体労働してる人みたいじゃん。もういや完全にそうだよね。もうかなり夕方早く来てさ、うん、仕事上がりで飲んでさ明日に備えて寝るみたいなさ。だからそうだよ、早いよ時間は。すごいよな、神山の常連みたいになってんだ。確かにね。でも大体でもね、あの帰りにみんな話しかけてくるけどね。あ、そうなんだ。もう最近男性とかほら、うんうんうん、全然誰がファンか分かんないじゃない。分かんない。別にロックファッションしてるわけでもないしさ。そりゃそうだよね。確かにそう、うん、普通のサラリーマンの人とかはさ。しかもさ、ね、俺たち音楽知らないでポッドキャストだけ知ってるっていう人すごい多いわけだからね。それもあるんだよね。そうそうそう、気さくなもんだよ僕なんて。そういう時気さくなもんだよって感じだもん。あ、よひょほって感じだもん。じゃあ絶対話しかけた方がいいね。話しかけた方がいいよ。スマイルシードね、はい、PM、はい、こんにちはと。どうも。先日の若旦那生誕祭大変楽しませていただきました。はい、初めてのビジュアル面でしたが、うん、アマちゃんや新曲など盛りだくさんだし、うん、笑いもいっぱいあってこんなに楽しいライブは他にないですね。うん、ティッシーも可愛かったので、うん、次はぜひとも一緒に写真を撮りたいです。あ、そうなんだ。なるほど。当日は湿度高めで、うん、加藤さんの毛先がくるっとなっているのを見て、うん、何かに似ていると感じていました。うん、ライブ中に何だったかなと頭を巡らせていた時、うん、あ、だるま落としのだるまだと思いました。面白い。物じゃねえかよ、人じゃなくてこれ。そこまで言ったか俺も。まあでもそういういいじゃない、キャラクターになってる、うん、まあね、ふに落ちてよりキャラになってるってこともどんどん。そういうことよ。そういうことじゃないでしょ。そしてお二人にお礼があります。うん、このポッドキャストで何度も名前が上がったブルーハーツ。あ、ブルーハーツ、はいはい。40過ぎの自分はリアルに見ていましたが、うん、ライブに行くことはありませんでした。うん、今がクロマニオンズ、うん、1回ライブ行こうかなとチケットを取ってライブに行ったら大ハマり、うん、私をクロマニオンズに導いてくれたお二人には感謝感謝ないかもしれない。なんだよそれ。まあでも6月からのクラトロも全部参戦すると、うん、カジ君ってやるやつ、カジ君ってやるやつからも参戦するのね。レッドクロスもチケットを取ります。これね、だるま落としとは言わせないよ。まあね、あれはちょっと赤いさちゃんちゃんこ着てたからさ、そう見えちゃうけどさ、普段は違うな、キリッとしてんだよ。加藤さん、小田さん、どうも。どうも。バカタンの生徒さんに行きました。うん、お誕生日おめでとうございました。アマちゃんも新曲も他の曲も全部良かったです。うん、バカタンのかっこよかったです。加藤さんも横顔がなかなか素敵でした。どうなんなのこれ、なんで限定なのこれ。いいよ。ただ正面から見ると、うん、大仁田敦に似てます、ね。新しいだよ。どんな新しいだるま落としの大仁田敦。そしてベースを弾いているボリューミーな手はクリームパンに入れる。クリームどんどん着ぐるみになってんじゃねえこれ。クリームパンに手が見えたって。クリームパンに見えちゃったのこれ。マルコシアスバンプのさ、佐藤さんもと一緒ってことだよこれ。話は変わりますが、あれクリームパン、元祖クリームパンだもんね、佐藤さんが。コレクターズが毎年参加している新キャラサンセット、うん、今年はないみたいですね。私も楽しみにしていたので、はあ、とても残念です。あれも残念ですよね。残念ですね。他のスピッツ主催の夏のイベントに呼ばれることを祈ってます。うん、原ペコさん。呼んでくれんじゃない、スピッツは優しいから。いや、スピッツさんはね、スピッツさんの夏って言ったらね、コレクターズ入ってるから。そりゃそうだよ。カトレ線香とかで一緒に。そう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 。スピッツの夏って言ったらね、絶対カトレ線香、そうめん、そう、これコレクターズ。そんぐらいの高い順位でね、コレクターズ入ってるから。で、ガリガリ君の順で、そうそうそう。もうスピッツと夏とこれじゃん、切っても切れないだけなんだよ、もうこれ。田村君も相談があるんだから。そうだよ。遠回しに。相談があるんだから。遠回しに。贅沢の悩みもね。そうだよ。持ってんだからさ、ギターの彼だってね、俺とトイレだった時にね、ドゥジョダノドって言ったんだよ。すごいよなそれ。てっちゃん、俺話したことないことあんま喋んないよね。もう喋る、はい、終わりなのに。もう終わりってどっかで聞いたんだよ。そのセリフだから映画にするんだよ。なんかさ、あれか、ブレアウィッチか。そう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 か、あれがもう終わりって何も起こんなかったからね。終わりっつって今度日曜日がカジ君とコレクターズのクワトロか、はい、うん、クワトロありますよ。ピザーラマンが、ヤギ足で、フジロックにリーダー率いるチェンジエナジーズが出演と。
これきついね。まあきつい、ね、2日後だって小田君クワトロだから俺。あそうね、うん、あそう728から、クワトロマンスリー84が始まるんですね。そうそうそう8x4 8x4 ね。8x4 って汗がさ、いやそれなんか覚えやすいじゃん。8x4 そうか、8x4 とコラボされなかったかな。よけないんじゃないそれ。まあね、ライジングサインも出ると。8月16のデフガレージ、うん、なんだそれ、まあ、そういう場所ね、うん、いろんなのがあるじゃん。なんかグリーンステージとかさ、まあ、若い人のもんだからね。フェスなんてついてないよ。そうそうそう、ついてないよね。若い人のもん、まあ、俺らね言われたように、そうそう、俺たちだってあのシウマイ弁当のあんずみたいなもんでしょ。 こちらですってどうやりますよみたいな、そうそうそう、うん、ちょっと置かれてるだけでしょ。なんかこう干からびてさ、ポンって、うん、まあ、分かんないけどな、まあ、うん、ね、うん、ここでやってくださいって言ったら、もちろん、ね、はい、せよ、はい、って感じだよね。若い人のもんだもん。そうそう、フェスはね、うん、フェスだもんだって、このポッドキャストは、スタジオ MOG のスクラップマガジンのサイトからダウンロード。はい、スクラップマガジン MOG ですがね、うん、ドーナツファイル4が7月10日リリースと。なんとオフィシャルサイトで予約受け付け中ということですね。なるほど、これこちらでいいんですね。こちらですよ。はい、はい、アドレスはまあ、まあ、分かるよ毎週水曜日更新です。そう、 P メールは bukuro24@gmail.com ということでお待ちしております、うん、大きい字でお願いします。はい、それではまた、はい、来週 Do the download 池袋交差点24時大きい字で、いや字は大きい方がいいよ。